はい、こんばんは。ノブチャンネルのノブです。数字が変わっちゃいました。がっかりです。見ていただいてる、動画の再生回数が YouTube であるじゃないですか。その再生回数がドーンと5000回ぐらい伸びた。まあ、私の場合はもう規模が小さいんで、みんなに見ていただくあれが少ないんで、そんなもんなんですけど、5000回ぐらい増えたんですね、いきなり。1日か2日、あ、3日かな ?3 日ぐらいで。やったーと思ってたんですけど、それが今日また見たら、ちょっと元に戻っちゃいました。がっかりです。がっかりです。がっかりです。というわけで、どうぞ。なんじゃこれ。なんでこうなっちゃったんだろう。ここ数日、統計を取ってまして、チャンネル登録者数、それから、動画を見てくれた方の回数、チェックしてたら、先日いきなりドーンって、見た数字が多くなったと思ったら、今日またぐっと減っちゃいました。なんか、なんかの間違いか、なんでしょうね、よくわからないんだけど、そんなの、表を作り始めてたんで、数字だけちょっと出てるんで、それをお見せしたいと思います。ここに左が、まあ、自分なりの題名つけて、並べて、今月の8日10日11、12ってこういう感じで見てくださった回数がここに出てるんですけど、これをずっとつけてってんですね。これがで、ある日、総再生回数っていうのもつけるようになったんです。まあ今、途中なんで微妙なんですけど、ここの、これ、私の見てくださってる回数がね、非常にまだ少ないんで、ちょっと今、悩んでるところなんですけど、これまだまだ、いっぱい動画載せてあるんですけど、ここのところで76,648、76,842ね、これ日にちがこういうふうに日にちが、まあこれアバウトなんですけど、でこういうふうに変わってきてますが、これが突然ここで82,148 になったんです。これ、日付はね、そんなに14、これが15、16、18、1日飛ばしてますけど、わずか、15、16、17、18、16、17、18、3日で、これだけ、まあ普通はこのぐらい1日でいっちゃうんでしょうけど、こんなに変わっちゃったんで、そんなに見ていただけない私の動画でも、こんなに変わっちゃった。で、それが、もうちょっとこっち来ると、増えていくんですね、こうやって。ところが、今日見たら、82,972が、79,165に減っちゃったんです。これが、これが確かね、昨日のはずです。で、今日はもう25日なんですけど、私は昨日から仕事してて、今帰ってきたんです。こんな感じ。1日でこんな変わっちゃった。減っちゃったんです。ありえますか？